ないね。そうなん、マジで。マジか。こういうのは意外なんや。意外意外意外。うん、特にね。おお。まあ、僕高校野球大好きなんで。うん。意外っすね。いやー。はい、なみさん。はい。YouTube です。はい。お願いします。お願いします。ね。はい。ちょっと聞きたいことありまして、今日。何ですか？高校野球の予選が終わりまして、うん、はい、ぼちぼち甲子園が始まる時期でございます。そうやね。はい。でね、はい、プロ野球選手ってさ、うん、当然まあ野球の強い高校、うん、名門校出身の人多いじゃないですか。多いね。でしょ？はい。で、そのプロ野球の中で、はい、選手間の中でね、うん、出身校マウントを取れる一番取れる、うん、そのブランド力を持っている、うん、プロ野球選手の中でね、はい、高校はどこなんだと、うん、で自分どこどこ出身ですってちょっとこう言える、はい、高校ってどこなんだと。なるほどね。そう、まあ、自分も言えるし、うん、周りからおいお前どこどこ高校出身なんかって、うん、って言っていただける、まあ、選手間でね、あくまで、うん、あどこどこ出身なのちょっとこう一目置かれるみたいな、うんうん、そのブランド力を一番有している高校はどこなんだと、うん、はい、プロの中で、うん、行けます？行きましょう。行きましょう。いや確かにね、はい、あんねん、うんうん、言ってたもん。言ってた？言ってたし、うん、ね、どこどこ高校出身かとか、うん、お前どこどこ高校っぽいなとか、うんうん、そんな話も実際にねたくさんあったからね、うん、はいはいはい、行きましょうか。お願いします。お願いします。ね、じゃあね、はい、平成のその高校野球番付みたいな記事僕見つけたんで、はい、その平成にこうまあ活躍した高校ですね、うん、高校野球で、はい、それを番付にしてくれてる表を見つけたから、はい、それをちょっとこう順番に僕が高校名言ってくんで、はい、それがプロの世界でどうなのかっていうのをその高校がね、はい、言っててもらえたらなと。わかりました。まず、はい、どうしようかな、横綱からいっちゃいますか。じゃああ一番上から、はい、これ西の横綱と東の横綱っていう感じでこう分けてくれてますよ。はい、ちょっとじゃあ西の横綱からいきます。はい、いきましょうか。はい、西の横綱が、はい、大阪桐蔭。大阪桐蔭高校、はい、これはね、はい、あるブランドある。ある。おお、やっぱそうよね。これはね、言うもん。あ、ほんま。大阪桐蔭からドラフト指名されました、はい、で入ってきました、はい、おお、お前桐蔭かって、おなる、まあ、大阪桐蔭かってなる、なるし、うん、あのね、大阪桐蔭っぽいなっていう言葉まである。あ、そうなん、うん、へえ。あるっていうのはね、うん、大阪桐蔭からねプロ入りする選手ってね、うん、めちゃくちゃ自立してる。あ、そうなん、うん、そんなイメージ。これみんな持ってるはず。大人な。大人。へえ。やし、取り組み方、うん、練習に対する取り組み方とか、うん、まあ、プロ野球って全体練習終わった後に、うん、まあ、自主練っていうものがあるんだけどさ、はいはい、まあ、どっちかというと、まあ、自主練の方が上達するためには大切、うん、っていうふうになるんやけどさ、うん、大阪桐蔭の選手って、うん、めっちゃなんかね、うん、やってるイメージ。へえ。なんか取り組み方が大人というか、はい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 、高卒ね、18歳19歳でプロ入りしてきて、うん、なんかすでにもう自分がやりたいこととか、うん、なりたいものっていうのが明確になってるんじゃないかなみたいな、うん、そんなイメージがある。ちゃんと自己分析ができてるというか、うん、だから大人へっていうところで、うん、そうね、みんな一目置くし、あの大阪桐蔭っぽいなって。ある。やっぱり桐蔭出身やなみたいな感じで言われるやん。ある、ある、うん、ある。これはある。すごい、うん、なるほど、はい。じゃあ東の横綱、はい、横浜高校。あー、これもね、うん、ブランド力というか、うん、ある、あるよな。ある。もう僕だからもうやっぱ松坂さんのイメージですよ、うん、確かにね、僕ら世代はね、はい、うん、横浜高校はね、ある、うん、やっぱそうよな、うん、選手間でも、あ、横浜高校かって、うん、あの言う、うん、言うね。横浜っぽいっていうのはあんの？はないかな。あ、ほんま。そこはないかな。だから僕の横浜高校のイメージは、うん、僕大学もやっぱ横浜出身の子とかいたんですけど、うん、なんかね、うん、おしゃれ。ああ、おしゃれ。なんかスタイリッシュなんですよ。なんか泥臭くないんですよね、なんかあんまり。ほう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 。なんかね、都会の球児みたいな。
わかる。まあ僕らはね、うん、まあ、泥にまみれるというかさ、泥臭い球児って、ね、うん、僕らはね、うん、感じだったけど、確かにまあそんな感じがあるんや。なんかね、イメージそうでしたね。うん、まあプロ入りする選手はね、うん、特にそんなイメージないかな。ほんま。だから、うん、シティ球児みたいな。まあ確かに都会やからね。横浜高校の場所自体はそんなに都会じゃないですよ、確かに。あ、場所自体はね、ただなんか神奈川県って聞くとさ、そう、なんかね、イメージが、はい、イメージがね。じゃあブランドあると。はい、あります。じゃあ次、西の大関、はい、智弁和歌山。あー、智弁和歌山、はい、これ正直に話していいんやろ。もちろん、僕の感覚というかね、僕の体感とかそういう話やからさ、はい、これはね、うん、そのブランド力というか、うん、ない。あ、そうなの。ないかな。マジか、うん、っていうのもそんなにいないんじゃない、プロ選手、うん、プロ入りする選手自体がね、うんうん、だから正直ね、ないかな。そうなんや。特にその智弁和歌山から入団してきて、うん、お前智弁かとか、うん、ないかな。マジか、うん、高校野球界やったらもう最強ブランドですよ。まあ確かにね、はい、まあ、僕ら世代はね、うん、特に、まあ、最強ブランドのね、うん、って言っても過言ではない学校やけど、はい、正直ないかな。あ、そうなんや、うん、へえ。ないというかね、その、うん、お前うわ智弁和歌山かっていうのは、うん、ない。特にないかな。なるほど、うん、じゃあ東の大関、はい、仙台育英。ないね。そうか、マジで。マジか。こういうのは意外なんや。意外意外意外、うん、特にね、まあ、僕高校野球大好きなんで、うん、意外っすね。いや、ないないない。あ、そう、そのうわ仙台育英かとかって、あ仙台育英ねとか、そんな感じ。まあでもあれっすね、仙台育英優勝したのが、まあ、去年かな。まあそうやね、とかやから、うん、もしかしたら今変わってるかもしれへんな。まあ、これから仙台育英が全盛期を迎える可能性、うん、もうこっから甲子園ですっごいもう勝ちまくってみたいな、うん、になる可能性、僕は高いんじゃないかなって、うん、でプロ選手もね、いっぱい出してな、うん、投手力とかね、うん、すっごいから、うん、あのみんな体もね、うん、あのすっごいからさ、仙台育英の選手、うん、今ね、だもしかしたら令和は入ってくるかもしれない。入ってくる可能性は確かにね、うん、うん、大きいかもね。わかりました。はい、西の関脇、はい、明徳義塾。ないな。嘘でしょ。嘘でしょ。いや、そうやねん。え、うん、そのプロ野球選手ね、うん、入ってきて、うん、うーん、その明徳義塾かって、うん、ないかな。マジか。うん、だから本当に、あ、明徳義塾ねとか、そんな感じ。それぐらいになるかな。あの終着駅は始発駅、明日からまた練習しますっていう馬淵監督の名言、プロ野球選手の中で言わへんの。あ、だからね、そう、馬淵監督、うん、馬淵さんがすごく、まあ、選手間でも有名、うん、やけどさ、まあ、うん、馬淵さんの下でやってきたんかとかっていうのは正直あるけどさ、うん、うん、特にその学校名で、うん、なんかこうね、プロ野球選手、うん、現役の選手たちが、うん、うわ明徳義塾かとかっていうのは正直そうなんや、うん、じゃあ次ね、はい、東の関脇、はい、いやこれは俺あると思うわ。帝京。帝京高校、うん、ないかな。そうか、マジ。いや、あくまでね、僕の感覚やし、僕ら世代っていうところでね、うん、うん、もちろんさ、僕よりも結構上の方っていうのは帝京高校ってあるはずやね、うんうんうん、だら僕ら世代とか僕が現役で一緒にやってた選手たちっていうのは正直思ってないはず。そうか、うん、あ帝京高校ねとかっていう感じで、うわ帝京高校かとかっていうのはもう、ちゃう。いやもちろんね、うん、今まで出た名前の高校ね、うん、全部リスペクトあるよ、リスペクトあるけど、うん、なんていうかな、そのうわお前どこどこ出身なんかってこうなんか食い入るように、うん、お前どんな感じなみたいな、みんながこうもうめっちゃその選手に注目して見るってことは、うん、その高校名だけではないっていうことやからさ。なるほどね、うん、分かりました、はい、じゃあ西の小結び、はい、天理。かっこよいね。ないね。そうでしょ。ほんまにないかな。マジか、うん、じゃあ東の小結び、はい、これはあるかもな。どこ。上層学院、木内マジック。そう、木内さんが有名、うん、やけどないね。自分上層っすって言ったらどうなの。ブレーキでそんな選手もいないよ。マジか。ないか。じゃあ、うん、
西の前頭1枚目、うん、広陵広島広島のね、はい、だ僕が思う浮かべるやったら巨人の西村投手とかですね、うんうん、はい、西村投手ね、はい、ないマジ、ね、じゃあ東の前頭1枚目、あこれはあるでしょう、はい、日大三高、日大三高、うん、ないね、マジ、いやないねん、だら僕らの2校上の代の最強日大三高ですよ、だから原島さんとか近藤投手、近藤さんね、うん、あとはあの、うん、続きさんとかね、 あと内田さん、あそう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 とかね、そう、うん、いやないねんな、マジか、いやこれあくまでね、うん、そのもう超有名なね、バリバリ、うん、もう高校生のうちから超、うん、なんていうかな、うん、もう即戦力ですとか、うん、っていう選手は別よ、どの高校でもみんな注目するけど、まあまあそうだな、うん、だから高校出身っていうだけでは正直ないね、うん、前頭2枚目、はい、来ました、龍谷大平安なんで笑ってんの一番経験してるからね、うん、そうやね、平安高校出身でね、今の海はどこ出身やって言われるわけやから、うん、いや平安ですよ、うん、ってね、胸張って、うん、僕はやったよ、うん、やってたよ、そらそうやな、ただない、ないですか、ないですね、平安あれちゃう、うん、あの衣笠さんのって言ってる衣笠さんはもうどこ行ってももう超ね、うん、その有名な方やしさ、うん、あとはその監督さん、はいはいはい、原田監督がすごく有名、うん、あやっぱりもう皆さん、うん、だから平安ですとかって言うと、うんうん、あ原田監督ってもうすぐその原田さんの名前が出てくる、うん、なるほどなるほど、うん、そっかそっかっていうところで、平安の名前はもしかしたらそんなにおってならへんかもしれんけど、うん、原田監督のって言ったらおーおーってなる、うん、そっちの方が強いような気がするから、ね、なるほど、現役の中で言うとね、はいはい、うん、じゃあ次ね、はい、東の前頭2枚目かな、はい、あこれはあるでしょう、東海大相模、ないね、マジ、そう、じゃあこれちょっとラストにしようか、はい、東西ラスト1個ずつな、うん、西の前頭3枚目、はい、これは絶対にある、どこ、 PL、 PL 学園ね、うん、だからまあ正直さ、僕が現役でね、うん、入団してからその後から PL 学園の選手が入団してくるっていうケースがなかったんじゃない、やったのかな、だからもうちょっと上なんか、いやそうやね、だからそうやね、あったかななかったかなっていう僕の、うん、なんていうかなイメージ、うん、やから結局そうやね、お、そうか、お前 PL かって言った記憶がないってことはそういうことやん、あそうかそうか、うん、そういうことやん、でももっともっと上の方たちの時はもう絶対あったはず、5個10個ぐらい上って感じかな、うん、だから僕の感覚ではだからない、マジでないねん、そういう選手がいなかったはずやから、マジか、うん、じゃあラストな、はい、東の前頭3枚目、はい、あこれはありそうやな、八戸学院光星、あ坂本選手、坂本選手ね、うん、なうっそちょっと待って、じゃあさ、うん、結果ね、うん、結論、うん、プロ野球の選手同士の中で、うん、自分どこどこ高校っすってこう、うん、ちょっと幅聞かせれるというか、うん、っていう高校出身校で言うと、うん、大阪桐蔭、うん、横浜高校、うん、原田監督、この3つですよいやだからもう結局そういうことよ、そういうことか、うん、実際ね、うん、選手の時にそういう感じか、うん、いやお前どこどこ出身かとかどこどこかってないもんね、それ以外、マジか、うん、これまた大学やったら変わってくる、あ大学はもう全然変わる、あほんま、うん、っていうのも大学の場合は正直もうあの6大学限定になるかな、あそうなん、うん、っていうところがある、へえ、うん、例えばさ僕明治大学もやったけどさ、うん、お前明治かはもう全然ある、うん、あほんま、うわ明治大学かお前みたいな、あんねやな、ある、例えば早稲田大学、うん、うわ早稲田大学かお前みたいな、もうみんな取り組みに注目するとか、これは大学は正直ある、あそうなんや、うん、でこれももう正直6大学限定、へ、うん、東京6大学ね、
え、トートとかも入ってけ正直ね。あ、そうなん、うん、だからね、その東京六大学っていうそのブランド力っていうのはやっぱすごいんだなって、うん、まあ僕はね、出身明治大学やからさ、うん、だからそういうこともまあ僕は感じたし。なるほど。そうだね、だから大学の方が正直これはある。そうなんや、うん、まあ、大学の方が即戦力として見られるっていうのも、ね、うん、高校生の場合は正直さ、うん、その育成期間を経って戦力になっていくっていうプロセスでみんな見るけどさ、うん、大学生の場合は大学からも入ってくるイコール即戦力っていうイメージがあるからさ、うん、だから取り組みとか、うん、そういった、ね、振る舞い方とか、うん、人間性っていうのはやっぱり、ね、おお、お前明治大学かみたいな感じで、うん、やっぱ見られやすいっていうのはある。なるほど、うん、分かりました、はい、了解です。ということでいかがでしょうか。原田監督は偉大だってことが分かりました偉大やね、はい、あ、最後に付け加えさせてもらっていい、うん、あのね、学力の高い高校から入ってくる選手っていうのはみんなやっぱり、おお、例えばやけど、うん、お前双日か早稲田実業そう、とか、なんかね、学力が高い、偏差値が高い高校から来る選手っていうのはみんな例外なく見られる。え、そうなん？ち、見てた。なんでな？野球のその実力というか、うん、あれ、甲子園の優勝回数とか、そういうことではなく。あ、だからそういうことじゃない方が多いのかな。学力な。学力。なんでうわ、賢そうやな、お前どんだけ賢いねみたいな感じ。逆、学力マウント取れるプロ野球選手の中で。だ、そっちの方が、うん、その大阪桐蔭横浜高校以外でね、そうなんや、見るとへえ、うん、っていうことはあったかな。わかりました。はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。